皆さんこんにちはこんばんはレゴニュースのスタッツです2023年3月1日に BTS「ダイナマイトのレゴセットが発売されますこの動画ではセット内容発売時に予想される状況購入者特典などについて紹介します普段レゴに馴染みのない BTS ファンの方にも分かりやすいように説明します今回のレゴアイデア新商品は16億回以上再生されている BTS の大ヒット曲「ダイナマイトのミュージックビデオをモチーフにしたセットです 製品にはメンバー7人全員のミニフィギュアと建物とトラックが入っておりミュージックビデオのシーンを再現して遊ぶことができる内容ですまずは BTS ファンの皆さんが特に楽しみにしていると思われるミニフィギュアを見てみましょう当然ですがメンバー7人全員のミニフィギュアが入っています胴体は全てミュージックビデオの衣装とそっくりにプリントされた専用パーツです皆さんおしゃれななデザインなので、 オリジナルのミニフィギュアを作るときにも活躍しそうです。さらにお二人は髪の毛のパーツも初登場の新型です。欲を言えば、ミニフィギュアの胴体パーツは別の衣装の分もつけてくれるとさらに嬉しかったです。続いて建物。建物はビデオに登場するドーナツや、ディスコ、レコードショップが再現されています。ビデオでは3つの建物は繋がっていませんが、レゴセットでは並べて建てられています。レゴの場合は繋げた方が賑やかな感じがしていいと思います。 中央の建物はディスコです。この建物の前でダンスシーンがありましたディスコの文字はレゴドッツ風に黄色のタイルで再現ディスコの建物は正面部分のファサードのみですが裏側にはメンバー全員のミニフィギュアを載せられるステージがありますステージ両脇には照明が取り付けられていますステージ正面には BTS のロゴマークが入ったタイルが取り付けられていますがこのロゴマークは写真で見ると右下が若干緩んでいるのでプリントではなくシールで間違いないでしょう ドーナツショップは大きなドドーーナナツツ型の看板がとても目立ちます。ドーナツの看板は画像によって向きが違うので回すことができそうですねこのドーナツはビデオでも回っていました店内にはドーナツの冷蔵庫ドリンクとケチャップマスタードのディスペンサーが置かれていますメニューはシールドーナツを持って出てきたシーンも再現できますレコードショップ店内にはビデオと同じようにレコードがたくさん並べられていますアルファベットでダイナマイトの文字が入ったジャケットのタイルは 写真を見る限りプリントではなくシールだと思いますレコードのタイルが斜めに取り付けられているので間にミニフィギュアを立たせることができますミュージックビデオを再現して遊びましょうビデオ内でたびたび登場するバンも付属テテさんのダンスシーンではこのバンの屋根の上に溶けたアイスクリームが乗っかっていてとてもインパクトがありますがレゴセットでもアイスクリームの溶けた感じが見事に再現されています溶けた部分は主にレゴシティで使われているパーツです このパーツは2022年1月の新商品で初めて採用されましたが、その時もまず採用されたのはアイスクリームトラックでした。ダイナマイトのトラックと同じように、屋根の上にアイスクリームのオブジェが載っています。ただしレゴシティのアイスクリームトラックでは、このパーツはシューターから飛ばして遊ぶためのものでした。以上がレゴアイデア 21339BTS ダイナマイトの紹介でした。次は、レゴ BTS ダイナマイトの購入者特典情報を紹介します。 企業のプレスリリース配信専門サイトの PR タイムスによると、レゴアイデア BTS ダイナマイトの購入者に対して、数量限定で BTS の特製レコード型ポストカードとステッカーセットをプレゼントするキャンペーンが開催されるとのことです。PR タイムスの記事では、配布時期や条件、キャンペーンを実施するショップについての情報は記載されていなかったので、詳しい情報が出次第、スタッツ公式サイトと公式 YouTube チャンネルでお知らせします。最後にレゴ BTS ダイナマイトを確実に、 お得に購入すする方法を紹介します主に普段レゴにあまり馴染みのない BTS ファンの皆さん向けにレゴセットを確実にお得に買う方法をわかりやすく紹介しますネットではレゴ BTS ダイナマイトは2023年3月1日0時に販売が始まります2月28日から3月1日に日付が変わった瞬間の午前0時ですレゴ BTS ダイナマイトは公式系ショップ限定で発売されるので ネットでの取り扱いはレゴショップ公式ストアとレゴストア楽天市場店の2店舗のみですスタッツのおすすめショップはレゴショップ公式ストアですレゴショップ公式ストアはいわゆるレゴグループの公式オンラインショップです先ほどお伝えした購入者特典をもらうための詳しい情報はまだ出ていませんがレゴブロック関連の購入者特典はレゴショップ公式ストアで最初に配布される可能性が最も高いですレゴストア楽天市場店でも購入者特典を配布することがありますが在庫数が少ないようで 早めに配布終了となることが多いです。商品価格もレゴショップ公式ストアの方がだいたい安いので、レゴ BTS ダイナマイトを購入するなら、レゴショップ公式ストアが一番おすすめです。レゴ BTS ダイナマイトは、普段レゴに馴染みのない BTS ファンも大勢購入されると思います。しばらく品薄で入手困難になる可能性がありますので、確実に欲しい人は、レゴショップ公式ストアの商品ページをブックマークしておいて、販売開始と同時に購入しましょう。 レゴショップ公式ストアのレゴ BTS ダイナマイト商品ページにはこの動画の説明欄に記載してあるスタッツの特集ページから行くことができますのでぜひご利用ください。レゴブロックの新商品キャンペーンや購入者プレゼントの最新情報はスタッツ公式サイトで随時更新していますのでぜひ動画と合わせてチェックしてください。